外務省の森事務次官は、アメリカのシャーマン国務副長官と韓国外務省のチェ・ジョンゴン第一次官と東京都内で会談しました。会談では、バイデン政権が北朝鮮に対する政策について、同盟国との連携を重視した現実的なアプローチにより、非核化を目指す方針を決めたことを踏まえ、3カ国で連携を強化していくことを確認しました。